地区北村立堺小学校は、長野県東地区間筑地区北村堺に所在していた、公立小学校。2020年4月1日に、地区北村立地区北小学校に統合され廃校。地区北村の北東部、堺地区に位置し、村役場堺支所が近くにある。卒業生は、隣接する尾み村にある尾み村筑地区北村。 学校組合立筑北中学校に進学していたが、2020年4月1日からは、堺地区の生徒も筑北村立西南中学校に通学している。おみ村立おみ小学校では、本校との将来的な統合も検討がなされている。また筑北村教育委員会からも2010年12月6日、村内にある本校と、 本城小学校と坂北小学校を2012年4月までに一つに統合する案が示された。2014年筑北村は筑北村独自の学校統合に方針を変更し、尾み村筑北村両村の学校統合は立ち切れとなった。小学校の統合は、まず2015年4月1日に筑北村立本城小学校と 地区北村立坂北小学校との統合により、地区北村立地区北小学校が開校し、ついで2020年4月の本校が、地区北村立地区北小学校に統合された。総合的な学習の時間を用いて、ホタルの幼虫放流会などの活動を行っていた。この活動に対して2006年長野県学校科学、教育奨励基金が交付された。ありがとうございます。